岸田文雄首相が4日に放送された BS 富士プライムニュースにスタジオ生出演だがこの出演がネット上で非難の的となっている番組のこの日のテーマは岸田首相に問う決意と覚悟というものだった冒頭は能登半島地震について約15分間扱った 岸田首相は、被災地が半島という点に着目し、陸上からの支援を考えたときに、南から押し上げていくしかないと指摘。震災の影響で大型車両が通行できる道が限られるため、陸路や空路を駆使して支援していると説明した。 人命救助を最優先しながら生活の物資を供給するために取り組んでいるとし私自身もできるだけ早いタイミングで足を運んでいきたいと主張5日の与野党の党首会談についても震災対応について協力要請するとの考えを示した番組後半は国際情勢と外交戦略政治とカネの問題自民党総裁選 今後のの日本の課題についても議論された。ネット上ではこの生出演に対してこのタイミングでテレビ出てんの BS って被災地の皆さんも見られるんだよ生き埋めになってる国民がいてる時にテレビに出てる場合じゃねえだろぬくぬくとした中で総裁選の展望などもってのほか今そこにある危機を見ず総裁選を語るなどの否定的な声が目立った。 震災を冒頭に取り扱ったとはいえ、能登半島地震から3日後の生放送で、自身の身体がかかる総裁選や政治と金の問題を岸田首相が語るというコンセプトが、視聴者の神経を逆なでしたようだ。以下はネットユーザーの反応をまとめたものです。本当にこの人は無神経、普通に考えたら今何を優先して何を発言するべきかなんてわかるでしょ 周りの秘書官たちも起点の利く人がいないんだろうな今ここで国民の信頼を回復し最善の策を講じますとドヤ顔で言ってるの見て情けなくなったわ今はそれではなく被災者のことを優先するべきでしょうハワイで山火事があった際バイデン大統領も現地視察に足を運んでいましたが日本の総理は行くつもりはないのでしょうか 現地に行くことで総理が遭難するなどのリスクが高ければ先送りにならざるを得ないのはわかりますが、現時点であれば足を踏み入れてもリスクは低いように思えます。現地に足を運ぶことで、被災地で必要としている支援などの具体的内容が見聞きできると思いますが、その積極的な姿勢が一切感じられない。ただ予備費から支援金だけ払えば、務めを果たしたとでも言いたいのか。 それどころか、政治刷新本部を作るなどと今それが必要か。ということまで言い出す始末増税メガネと揶揄されていますがそもそも度数が合っていないメガネをかけていることから気づかないとダメですねこの総理大臣にとってみれば当然最大の問題関心は総理大臣をいつまでやれるかということ まず、総裁選になる前に解散をしていきたい。幸い、安倍派が崩壊してくれたので対抗馬がいない。岸田、麻生、2階の参派が主導すれば政権が維持できる。総選挙になれば野党もバラバラなので議席を減らしたとしても自民党の単独過半数は維持できる。 しかも震災により政治家の逮捕や不正の問題も報道されなくなってみんな気持ちが移ったと思っているよもしかしたら震災で支持率も上がるのではないかという思惑もあるかも阪神・淡路の村山政権は自衛隊が待機しているのに号を出さなかったとずいぶん叩かれたけれど当時の方では地元自治体の長の要請がなければ号を出せなかった 法の関係で村山も待たざるを得なかったということ当時の通信インフラは今と比べて悪かった今回はどうだろう地元自治体の町の要請はすでに出ていたはず1,000人が2,000人になって次は5,000人災害の規模に対して投入されてる人員数が少なすぎる それも72時間と目安の時間があるのだから人命救命を考えれば無理をしてでも最初に他人数の投入をすべきだった自衛隊は待機して待ってるそもそも待機せずに行ける人数から行ってるそれと1,000人とか2,000人って人数は出発した人数活動中の人数 今までの災害報道に比べて自衛隊の隊員さんが移る機会が少なすぎるような出発したけどついてない隊員が多くいるとか総理になることだけを考えて議員を続けて総理になった今は総理の座にしがみつくことしか考えてないんじゃないかなもともと聞く力も大企業をはじめとした大金を献金してくれる人たちにしか発揮されないし 国民の方なんて見なくても大企業や医師会の方だけ見てれば権力は維持できるって仕組みがおかしいよね岸田首相の国民へ寄り添う姿勢が感じられませんよね能登半島自身の予備費40億円支援は初期段階なので多少わかる部分もあるのですが現時点で国民からヤフー基金だけでも13億円の支援金があります 私もビビたるポイントですが全寄付をしました国民との温度差の違いがこの人は能登の大地震や羽田の大事故は政治資金問題をはじめとする各種スキャンダルから国民の目をそらすチャンスくらいに思っているのではないかと疑いたくなりますついでに言えば森本首相や長谷県知事にとっても同様かもしれません まずは災害への対応が最優先ですがその後もできるだけ多くの国民が政界の諸問題を忘れず追及していくことが大切です恥ずかしいこんな奴が日本の現役総理大臣なんて西郷隆盛のような方が出てきて薩長から始まった明治維新からの政府を滅びないとこの国は変わらないような気がする岸田家は宮沢家とほぼ親戚ということは麻生などとも親戚 辿っていくと薩長の連中に行き着きます。この連中を一掃し、本当の新日本国を作ることが日本を救う道だと思う。私もプライムニュースに出演しているのを見ていは感覚得ました。地震や航空機衝突がない平穏なお正月であれば、岸田さんのいろいろな考えを番組で語るのは良い機会ですが、有事の今。 テレビ出演してる場合じゃないいよと思いました、たお坊ちゃん育ちなのか、無神経な性格なのか、このような方が日本人の代表なんだからね、今までは外国人相手だったから見抜かれなかったのか、おだてられたのかわからないが惜しみなくばらまいて、総理だけいい顔してきた。 その裏では物価高と増税で苦しんでいる国民がいることを全く無視してきた今はそのツケが回ってきている神様は見てますよ議員さんたちに罰が降り始めている罪を償うには被災地に行ってボランティア活動するかキックバックで懐に入れたお金を支援金として出しなさい自分の都合のよいことばかりしてないで 困っているる人たたちのために目に目見える働きなさいよ総理はテレビで笑ってる場合じゃないでしょう大地震の被害も明らかになりつつあり生存率が大きく低下する発生72時間を超過した中岸田総理はプライムニュースで憲法改正に触れていた今はそれどころではないプライムニュースの出演判断もおかしい。 自民党の憲法改正草案にある緊急事態条項は国民の自由や人権を奪う可能性がある危険だ自民党は憲法改正草案を削除していないだから国民はあの緊急事態条項は生きていると考えるべきだ情報が錯綜し不安が増す異常事態の中邪悪な為政者はその混乱の中で 国民の利益を毀損させる悲願を成就させようとする世界の歴史がそう語っている能登半島地震という大災害の中ですら自民党は憲法改正にこだわる異常さだ立憲民主党などは国民の自由と人権を守るため緊急事態条項に強く反対している被害が広がる中 国民の自由と人権を奪う可能性がある緊急事態条項にこだわる自民党は異常だ。